弘前高校に入部してみた。はい、ということで見て寒い今やばいでしょ、普通にめちゃめちゃ積もってます。はい、今日は青森県弘前市にある弘前高校、青森県3つに入る新学校の一つで、でもね、この間行われた、ウィンターカップ予選青森のはなんとベスト4ということで、もうザ・ブッロードの高校です。はい、僕とはかけ離れた、高校に今日は入部してみたいと思います。じゃあ早速行ってきます。暖房がいろいろ衝撃で、まず外に出たら全部真っ白っていう一面、寒すぎて、でもどう体育館朝来たら凍える寒さでした。暖房がついてます。はい、暖房が 1,2,3,8 台かこれ。冷房はいくの？暖房だけ？暖房だけ、暖房だけ、うん、そこも東北ならだよね。寒すぎるけど、ずっとこれはやばいぞ。でも本当これはだってこれ当たり前なわけでしょ。すごいね、本当にマジで。一通りだったのに全く体が温かくなってない。みんなシャカシャカとか着てるやん。準備不足。あ、でも持ってきてない。シャカした時に冷たいの。あー、すごい。ミンティア食べてる。食べてないぐらいスースーして寒すぎて。
弘前高校の特徴としてヘッドコーチの方が、まあ、相馬さんって言って実は大学の先輩なんですよ。筑波の先輩と人の街でしかも被ってる先輩俺の2個上の先輩で、こう筑波大で実際にやってた練習メニューをやっぱ弘前高校の練習メニューに取り入れてるので、こういう練習やってたわーっていう懐かしさもあるし、頭使うバスケットが多いですね。一番大きかった俺と同じぐらい185ぐらいで、こうベックマンがいない中でも県ベスト4ってすごいね。本当にみんな多分ちっちゃくてファイブアウトぐらいでやってるのかなってイメージなんですけど、みんな最後のその伸びギュン、フィニッシュに行くまでがギュンギュンで、なんかまあ1対1強いんだろうな、で多分ディフェンスなんだろうなっていうのが弘前高校の特徴です。4カ所っていう、あの1年生が、あのなんか2カ所ってヘッドコーチが言った時に何人と何人とお願いしますっていうのがあったんですよ。筑波トップ取りっていうあって、こうもう人数分からんから、もうこれパッて見て、あ、6人でっていう、6人7人でっていう、これ筑波、俺の中では筑波流の図式です。懐かしい。
まあ、なんかブザー鳴っても続いてたらなんかそのラストチャンスみたいなのあるんですけど、大体その前のやつがわざと落として、その次の人が溜まったやつ溜めてこ溜めてこっつってもう適当なとこ打って終わらせる。あるある。久々って今の久々にやったっていうのも今聞いたけど、やっぱりチームの連携というかは多分球際のところの差が激しすぎる、うん、そう一人一人が誰と誰とかじゃなくて、まあ、多分それみんな自分で分かると思うし、やっぱそこだけは負けちゃいけないと、うん、球際のところリバウンドのところとかライン際とかそういうのやっぱコミュニケーションでもっとそれこそ解決できるところもあるし、で本当さっき言ったけど体の使い方とかもう、まあ、これからどん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 自分の中でレパートリー増やしてやってほしいです。はい、ありがとうございました。青木大使館に来てくれて、いろいろやってもらって、多分体の強さとか、ね、球際とかフィニッシュ力とかいろいろ感じたところあるんですけど、そこに自分たちがしっかりレベルを近づけれる練習しないとダメだと思います。もちろん学んだスキルも次に行きますし、はい、個人しっかり練習してやっていきましょう。よし、はい、はい、以上。あの青キックスどうでしたか？いや本当にフィジカルの使い方がマジですよって本当に勉強になりました。ありがとうございます。スキルとか、まあ、そういうのも学ぶのになったんで、でもちょっとバンキング負けたのは悔しいです。いやフィジカルの差がいやエグかったなと思います。まあフィニッシュスキルとか、まあ、体の使い方とか身につけて生かしていきたいと思いました。ありがとうございました。まあ、今回はあの練習に参加することはできなかったんですけど、本当に自分たちのためのスキルをめちゃくちゃ教えてくれて、まあ、自分が復活したときにしっかり活かせるようにしたいと思いました。本当に今回はありがとうございました。まあ、一番の思い出は
タイチの車に乗った時があって、高速道路で。で、窓開いてたから、窓から外見てたら、タイチに助手席の窓閉められて頭が挟まりそうになった。それが一番の思い出が。はい、ということで今日は、青森県立弘前高校にお邪魔しました。大きいプレイヤーはもう全然いなかったんですけど、女子も男子も一緒に練習してるっていうチームで、そこめちゃめちゃびっくりしました。大きい選手がいない分もうみんながギュンギュンというかドライブに行くスキルとかはすごかったし、能力者がいっぱいいた。もう多分ダンクできるんじゃないかぐらいの選手が、4、5人ぐらいいて、さすが、県でベスト4に入る高校だなと思いました。はい、というわけで、めちゃめちゃ寒くて、もう 今やもう半袖なんですけど、それぐらいね、ハードワーク今日もしてきました。はい、というわけで、青キックス弘前高校に入部してみたでした。ありがとうございました。